てください。こらこらこら、そんな大声出すんじゃない。見つかったらどうするんだよ、まったく。で、準備の方は？バッチリ。セキュリティに細工を施しましたから、中はフリーパスですよ。今度はミスしてないでしょうね。信用ないな、もう。危ないことするなとかなんとか言っておいて、結局は手伝わせるくせに。仕方ないじゃない。他に頼れる人いなかったんだから。ドクトスは？スキエンティアの連中だっているじゃないですか。彼女らは別件で忙しいの。第一、これは私たちの問題でしょ。頼るわけにはいかないわ。あー、やっぱり大打要員じゃないですか。ほら、そこ笑うな。で、どうやって潜入する気だ。メインゲートは封鎖されてるはずだよね。大丈夫、この下のモノキャリアを使えば潜入できます。あと施設内の移動はトランスポーターを使ってください。ルートとしてはまず2番デッキから演習場に行きます。その後、演習場の先にある5番デッキのトランスポーターを利用すればコスモスのいるベクターの研究棟へ行きますよ。そうそう、後のことはこのミユキちゃんにお任せを。いざという時の用意もしてきましたからね。ガードとの戦闘でも十分役に立ってみせますよ。あなたの役目はそのいざという時を起こさないためのものでしょ。しっかりしてよ、もう。こら、笑うなって言ってるのに。